はい、今の画面に説明出てますね、ある程度ね。80年か。80年ね。うわ、なんか、エレベーターアクションみたいな始まり方。同じタイトルですからね。これルパン？ん？何？何これ？ワープできる、してるというか。ああ、やられた。あ、捕まった。ちょっと待って。ちょっと意味がわからんねんけど。何をすればいいのか。武器とかも使えないし。ポリス。ゲームオーバー。ちょっと待って、意味が分かんないな、これ。これ、絵がもう、なんつうのか、あれだ、ルパンでもなんでもない絵になってるな。一応ルパンなんですけど、これ A ボタンを押すとワープするんですけど、これも意味わからないんですよね。敵に襲われたらワープすりゃいいってことか。でもワープする回数決まってそうやし、あ、これか。これ取るんか。こうやって。ああ、ワープした意味ないのか。今ので。あ、そうか。上行けるんか、これ。あ、そういうことか。あ、そう、やっと意味が分かった。あれ？取れないやん、これ。あれ？取れない。ああ、なるほど。荷物が多すぎるわけや。あ、下に持っていくってことか。取った荷物を。2つしか持てないってことやね。難しいな、これ。あ、やっと意味が分かった。危なくなったらワープができる技が使えるんですね。一時的に。ああ、やばいな、これ。ちょっとワープ。ああ、ワープボタンでもできないやん。今、ワープやばいと思ってワープ使おうとしたけど。ああ、敵が来た。あ、ダメダメだ。これ、追いかけてくるんやね。竹刀持ってるから、絶対これ。ああ、もうダメだ。これ荷物持ってたら、なんていうのかな。重くなって、歩くのがちょっと遅くなるというか、めちゃめちゃむずいやん、これ。これ飛ばせないのかな。飛ばせなさそうやな。ああ、このワープできるのはいいけど、間違えて押しちゃったときな、損やねんな。こうやって逃げられるんですよね。やばいときにワープして。何これ、緑になって思ったけど。ああ、もう来てるやん。めっちゃむずいな、これ。
ああ、じゃあじゃあ、これワープボタンか。取ろうと思ったらワープボタンやったりするから、これどっちもボタン押してもワープするやん、これどういうこと？あ、上ボタンで取るんか、これ荷物。歩くの早いねんな、敵。一個、あれしたらこうやって、でも敵に近いところに今、2つしか持てないんですね。ああ、でも、重いから遅くなるんですよ、歩く足が。これめちゃめちゃむずいわ。1個ずつの方がいいのか、じゃあ、やっぱり、重たいから、持つのは、荷物。1個の方がいいのか。ああ、ダメだ。竹刀持ってないやつは浮かんでこないんですね。ああ、ダメだ。難しい、これ。何これ。ああ、ゲームオーバーってことやね。これね、独特の難しさありますね。一面クリアするのもこれ大変ですよ。これ飛ばせないかね。いやね、キャプチャーボード買ったのはいいけど、うまくいかないもんですね。マイクとの関、ね、マイクの問題が出てきますから、自分の声が入ってないというね。なんかスマホかタブレットでボイスレコーダーに別で録音してやった方がいいんじゃないのっていう意見もあるんですけど、僕ボイスレコーダー使ったことないんですよね。使い方わからないんですよ。これは難しい。で、ボイスレコーダーに録音するっつったって、実況プレイはあれですからね。実況プレイしてるときしか喋れないわけですから、別で撮るわけでもいかないですもんね。あ、荷物持ってないのに。下行ってもしょうがないもんな。これ距離感がね、敵との距離感が難しいな、これ。ちょ、回ってくるもんな。あ、たまに追いかけてこない時もあるんですね。あ、でも近くに来たら追いかけてくるからな、結局。ダメだ、犬がいるやん。これむずいわ、敵3体多すぎるわ、一面から。やめましょう。終わり。おとなし的、この間やってたんでね。音楽はない状態でやってる。ちょっと今ね、音量を少し上げたんですよね。まあ、リベンジって形ですね。音楽ないんや、これ、普通に。あ、そうか、そうか。マークしただけやん、これ。
クリアすんのも大変なゲームやな、これ。4つが限界ですね。